どうもショピです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。完璧主義とかストイックみたいな人って世の中にいると思うんです。で、まあ、僕も一応その中に入る分類かなというふうに思ってまして。いやいや、とんでもないです。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。よし、はい、OK です。終わりました。で、今12時45分ですね。で、外すごくいい天気なんですよ。なのでスッキリ空間も行きたいですし、まあ行きがてら仕入れ先挨拶したりとか、あと所用を満たしたりとか、まあいろいろやりたいと思います。秋葉原に着きましたので、いろいろ用を出していきたいと思います。はい、終わりました。いや、でもあったかいんで、なんかどんどん行動したいっていう気持ちになりますね。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、有楽町に着きました。はい、それではここでの用事もサクッと終わらせていきたいと思います。はい、ということで用事が終わりました。まあ、用事って言ってもなんかそのクレジットカードの電話したりとか、まあ、そういう感じなんですけど、こんな感じで基本的にはテンション高く動き回ってるかなって思ってます。で、なんでかっていうと、起業した後は、その自分が行動しないとお金にならないわけなので、とにかくもう目が開いてる時はずっと行動、ずっとなんかやってるっていうことを繰り返しました。で、ほんとそれこそ3年間ずっと休みなしで、まあもう目が開いてる時はずっと仕事みたいなことをやってました。で、そしたら、まあ一応ビジネス結果出てくれたわけなんですけども、その後、何にもする気が起きなくて、もう何にもする気が起きなくて、なんかもう、なんか走ってる電車を見ると、あの電車に乗って、どっか遠くへ行ってしまいたいと思ってましたね。この動画を見てる人の中で、常になんかずっしり重いんだよねとか、暗い気持ちなんだよねとか、呼吸をするかのように、息を吐くと同時に、疲れたっていうような状況になってる人っていうのは、今回の動画は結構参考になるんじゃないかなというふうに思います。で、バーンアウトって何かっていうと、大きなストレスを持続的に受けることによる衰弱状態を指すそうです。そのハードな1日や1週間を乗り切った後に軽い意味で使われることがあるんですけども、バーンアウトはもっとその深刻なやつだそうです。頑張りすぎて鬱になるっていうのとはちょっと違うみたいなんですけど、結構その部屋がやっぱりしていたのに、そのめちゃくちゃごっちゃりしてきたりですね、常になんか疲れたような顔をしてたりですね、なんかそういうのがバーンアウトという結構深刻な状態らしいんですね。ありがたいことに最近の僕はそのバーンアウトだったり燃え尽き症候群だったり5月病と呼ばれるものは、まあ、遠くなってるのかなというふうに思ってます。自分で実践して、あ、これ良かったなって思ったポイントっていうのを、まあ、今回シェアさせてもらいます。まず一つ目に、そのバーンアウトっていうのはそのストレスをかけ続け受け続けている状態だったりするので、じゃあそのストレスの原因は何なんですかっていうのをメントレで書き出すっていうことですね。わからない状態のことを抱えていると、それがモヤモヤになってストレスになったりするので、見えてない部分、自分は何が見えてないんだろうっていうのをこう書き出して、それを見える化するっていうのがすごくストレスをこう軽減するにはいいのかなっていうふうに思ってます。で、その自分にストレスを与え続けているバーンアウトの原因が分かったら、じゃあそれを解消するためにどうしていこうかっていうのをまたメントリして、ノートに書き出して、その書き出したことを実行していくっていう、まあその2ステップが主にそのバーンアウトを防ぐ&避けるっていうのがいいのかなっていうふうに思ってます。で、今のはその原因を断捨離するっていうところだったんですけど、結局その燃え尽き症候群だったりバーンアウトになってしまった自分がいるのは事実なので、そこから回復しなければいけないと思うんです。で、僕がやっていることっていうのは完全休養ルーティーンっていうことを僕はたまにやってます。僕の場合1日なんですけど、その1日でもいいですし、長い人だったら1週間とかやっちゃいますけど、周りの情報を遮断して1日過ごすっていうことを
やっています。まあ、それが完全休養ルーティンってやつですね。で、僕はじゃあどうしてるかっていうと、海に行ってぼーっとするって感じですね。はい、スッキリ空間に行ってぼーっとするみたいな。あとはひたすらメントレをして、自分の思っていることだったりっていうのも頭の中っていうのを断捨離するっていう、頭のその思考だったり感情のデトックスみたいな、まあ、かっこつけて言うとそうなんですけど、僕の場合その2つですね。スッキリ空間にいてぼーっとするか、ひたすらメントレ、これで僕は完全休養ルーティンができて、翌日からしゃがんぼろうみたいな気持ちになりますから、これかなり完全休養ルーティンってすごくおすすめなので、ぜひやってみてほしいなっていうふうに思います。今はもう情報もありすぎて、もうわけわかんないストレス社会だったりするので、そういう時に情報を遮断して自分の中に入っているモヤモヤっていうのを断捨離するっていうのが、まあ、今はいいんじゃないかなっていう感じですね。何にもしたくないとか、一人でいたいだったり、もう24時間ベッドの中でずっとうずくまってたいって思っている人は、完全休養ルーティーンっていうのをやってみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じで簡単にシェアさせてもらいましたけども、一人での多くの人に役に立てば嬉しいなというふうに思います。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ちなみに今はバーンアウトだったり燃え尽き症候群というところからだいぶ遠くのところにいるかなっていうふうに思ってます。で、それが完全休養ルーティーンっていうのをやってるっていうのもあると思うんですけど、その毎日に癒しを取り入れてるっていうのも、まあ一つあるかなっていうふうに思ってます。で、僕が取り入れてるのがこちらです。アロマです。はい、これヒノキの香りを使ってるんですけど、これ毎日できるわけじゃないんですけど、すごく癒されます。仕事ももちろんはかどってます。仕事もめちゃくちゃはかどってます。アロマおすすめです。